今日は2013年の11月22日です。朝日新聞の一面には、秘密保護法の検証期間を確約しない、国の最高機関は国会なんだけれども、その国会が、国会議員が、国民の代表である国会議員たちが国家権力の持っている秘密を知り得ないという状況ができてしまうというところが、問題なんで、危険極まりない。でその下には落合恵子さんがこれに反対している、意義あり特定秘密保護法ということで、これまで歴史の中で国家権力というのは、どんな時代でも秘密を持って、情報を隠蔽し続けてきた。今度の原発事故の中でも情報の隠蔽というのは散々行われたわけですから。おい、ああそうか、はい、あれが鉄道の脳、あれ朗らかですか。そうです、朗らかったです。野郎の脳かと思ったら違った。あ、違うんですね。あそこ、あの看板別でちゃった。そうですね、ということです。おい、じゃあ、はい、頑張って働いてきてください。いってらっしゃい。この秘密保護法ができれば、さらに情報隠蔽する。落合さんは、政府がやるべきことは情報を隠すんじゃなくて、もっと情報を開示 すべきなんだろう。まさにその通りだと思いますよね。政府が取り組むべきは秘密保護ではなく情報公開だ。法案を改正修正するんじゃなくて廃案するべきだというふうに言っています。私もそう思いますわね。今日の歌はフランシーヌの場合、これははっきり覚えてますね。新谷のり子さんが歌いましたね。1968年、おかしいね。このフランシーヌの場合はっていう、あ、違う、こっちだ。1969年だね。69年です。3月30日、フランシーヌの場合にはあまりにも動かさんって言って、3月30日の日曜日、パリの朝に燃えた命一つって歌ってるんですけども、パリであったデモの中でフランシーヌさんという、これ女子学生だったんだけども、それが焼身自殺しちゃうんですね。デモはベトナム戦争反対、それからビアフラの飢餓を批判してのデモだったらしいんですけども、それで焼身自殺したフランシーヌさんという人が いたんです。それが1969年の3月30日だったんですね。それを歌ってるわけです。この新谷のり子さんというのは、私も何回も会ったことがありまして、この人はいろいろな社会運動やってる現場に出てきて歌ってたんですね。それでクリスチャンになりましたね。で私の戦いを支援してくれてた人たちの中に、カトリック青年労働者連盟、ジョック、ジャパン、ジャワンじゃねえな、これは JOC って言うんですけど、これはフランス語のなんか訳で、ジャパンとは関係ないんだけれども、そのカトリック青年労働者連盟の人たちがいました。で彼女もそのジョックなんかの集まりなんかによく出てきて歌っていて、そこで一緒に、その集会で一緒になったりして、話して、一時期は年賀状が来てたし、私のニュースも送ってたんだけど、今はなんか音信不通になっちゃいましたね。ということで、歌ってみますけども、これは焼身自殺というのはあんまり良くないね。
私も昔はハンガーストライキ、毎月29日っていうのは飲まず食わずで、十何時間ここに座ってましたけども、何か抗議するときに自分が辛い思いをして、不当なことをやってる権力に、反省を流してもね、あんまり意味ないですね。人の痛みがわからない人たちに対してハンガーストライキやったり焼身自殺しても意味がないから、私はもうそういうことはやらない方がいいだろう、そういうふうに思っています。じゃあやってみましょうか。ということで今日はこれくらいにしておきます。